はい、こんにちは、速稼塾の久保です。今日もね、マスター Z に憧れてマックスちゃんの心に描きながらちょっと放送をお届けしたいと思います。今日はね、カンフーグッズの中でもちょっとした武器の紹介になります。まずこれですね。この黒い袋に入ったこれは何かと言いますと、そうですね、もう音から察するにこれはヌンチャクのコンバーターですね。このコンバーターってのはどういうことかっていうと、普段はね、こうやって棒にできるの、くる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 っとやってね、こういう風な棒になりますね。まあ、こういう風な棒で戦うもよしなんですけども、こうね、こうマックスちゃんもこれでマスター G で戦ってましたね。まあこれじゃないですけど、鉄パイプがスカッとですね、ソファーに刺さったのをクッと抜いてね、でこれで、あの剣に立ち向かっていったということでございます。でこれをヌンチャクにして、これね、アルミなんで当たったら痛いんですけども、まあ木ほどではないかなと。木の方が痛いんですよ、中集まってて。これはね、結構簡単に練習できるんですよね。ただしこれね、屋内じゃなくて外でやってくださいね、危ないですから。で手がすっぽ抜けて飛んでいってもいけないので、人気のないところで やりましょう。まあ、近くの公園でやるとか、それから私がおすすめするのは木の下とかがいいのかなと思いますね。木の下でやると、あの枝にほら引っかかってさ、遠くまで飛んでいかないんで。まあけど、あまり外でやらない方がいいかな。じゃあどこでやるんやって話ですよね。どこでやるんでしょうね。まあ道場でやってください。まあ、イップマンの中ではパート4の完結で、完結編でね、ヌンチャクを使うその外国人レスラー、まあ全員外国人か、あれはあのアメリカに渡った時に地元のちょっとね、がたいのいい人が、ヒゲ面の人が襲いかかってきて、ブルース・リーと決闘するみたいなところがありましたね。でブルース・リーはヌンチャクをなんかね、取っちゃうんですね。こうやってバーンと取ったのをパッと取って、ヌンチャク取られた大男をこう撃退するみたいな感じでね。で最後ヌンチャクがプッて返しちゃうんですけども、そしたら大男の方はギョッとして、その一瞬の隙でとどめを刺すみたいなところがあってね、痛快でしたね。マスター Z ね、確かあれは2019年に公開されたと思うんですけども、あれから2年、続編を作っていただけるとしたらもう最後のチャンスかなと思うんですよ。マックスちゃんもね、年を取ってしまったら、まあ、ちょっとね、風貌も変わってきますし、他の役とかも回ってくると思いますんでね。まあでもマックスちゃん本当にいい役者だなと思います。なんかね、繰り返しますけども、前回の動画でも言いましたけども、ずっと暗い影を背負ったまま戦ってきて、そして息子との関係、周りの人との関係、周りのいい人に支えられながら、だんだん闇の部分から明るい部分に出ていこうとする、そしてまあ出ていく過程で英春拳っていうのがね、やっぱこう心に宿ったんでしょうね。最後家に帰ってきて、息子さんをねぐっと抱き上げて、そして待っていてくれた生き残った女性の、まあ、涙をねしっかりと見つめる、チョン・ティンチーの笑顔っていうのはとっても穏やかでね、最後にやっと全てを終えた笑顔をね、私たちにスクリーンに見せてくれたなというところで超感動しました。で次のシーンでは食卓を囲んでパンを分けてね、で、女性の方と息子さんにあげて自分も食べ始めると、そしたら息子さんがちぎったパンをね、こうやって口の方に押し込んでくるのを一旦は嫌がるんだけども、やっぱり食べてあげるみたいなところでフェードアウトしていって、テーマソングということですよね。で最後はシーンが変わって牧人を撃つところで終了ということなんですけども、牧人をちっちゃい男の子と撃ってますよね。あれ一見見たら息子さんとやってるのかなって気がしましたけども、全然違うお子さんでしたね。で今回の動画のまとめになります。まあ武器の紹介ついでだったんですけども、そのチョン・ティンチンの息子さんって、そのイップマンの3作目とマスター・ G という外伝、そしてマスター・ G の最後に出てくる牧人を一緒に撃つね、子役の方全員違うんですよねまあ豆知識でございました。それではいってらっしゃい。